久々にちょっと1ヶ月ぶりということで、西尾さん、どこ行こうとしてるんですか。西尾さん、やばいでしょ。西尾さん、西尾さん、なんもなかったな。遅刻してないよな。行っちゃうぞ。申し訳ないですけど、ちょっと、もうありがとうございます。すいません、申し訳ないです。ありがとうございます。してやるよ、さい。お前、100もねえよ、お前。あ、一応ちょっと、これで、あ、これで一応100になりました。これで一応100になりましたんで。いやもう謝っていただいたんですけど、そのもう入ってきたテンションでできないから。いや、じゃあなんかそれやんなくて、やんなくて、やん、5時54分、まあ30分の今日5時半の集合に対して、まあ約、25分の遅れということで申し訳ないのですが、300円出せや。でも出しますけどね、そんなはしたかで。すいません、はしたかね。こんなちょっとね、1ヶ月ぶりにね、遅刻やってみたらね、見てください皆さん、これですよ。いや、これちょっと今日、豊作になりそうですね。どういうこと。まあ確かにね、遅れてるし、確かにね、来るし、結構ね、でもね、ここ最近飯野くんね、来てたのよ、しっかり。この罰金制度10分、もう1分でも遅れたら10分100円っていう。いいんすか、これは別で。いや、違いますよ、あなたのものではないんです。さまぁ、そういう小じきがいるんですけど。見てみこれ、俺の100円これ。西尾さんの100円、10円4枚と1円5枚と5円1枚ので、今俺の財布に入ってんのが、今1円と、5セント、1セント。なということね、これもうちょっと次待ちますか。今もう30分遅れてるんでね。今日はもう強気にいっちゃいましょう。いきますか。なんか1回でも歯がかったらもう1000円だから。開いてた、開いてた。すいません。いや、まあね、遅刻取り締まり。これはね、僕のじゃないですよ。え、ちょっと待って、待って、今まで騙したけど、こいつ騙す。こいつが一番のヘビーソモカーですよ。いや、遅刻取り締まり本部長、須藤です。俺ね、俺思ったんだよ。1ヶ月ぶりです。1ヶ月ぶりですじゃねえよ、お前。なんですか。俺もうね、今日ストック多分ないんだろうなと思って、ストックなかったらこういった遅刻を取るんだろうなって思わせて。あ、お前なんか、ちょっと待ってください、イノさん。それありなの。イノさん、なんかこう、ちょっとずるくないですか、この言い方。いやまあ、いやいや、もう遅刻ですよ、完全に。まあ、それなら俺もやせてもらうけど、はい、別に来れた俺時間通り、正直。ああ。まあ、どすどんだろうなと思って遅れました。お前、きついわ、お前。ちょっと待って。あ、それ込みで遅れてくれたんですか。はい。で、300円払いました、僕。300円だったな。西尾さん、ちゃんと来て2分遅刻して100円払ってるから。俺さ、これ、ね、これは何ですか。俺ももう今日、正直ね、遅刻ほぼ確定してたから、はい、いやと思って、安西さんからね、あ、ラッキーストーンライト買ってきてくれって。あら、本当ですか。で、俺は安西に、その、タバコ買うとさらに遅刻しちゃうけどいいのっていうラインを確認して、はい、記録がついてないんですよ。あ、ということは、これ、まあ、時間、コンビニに行くまでの時間どれぐらいですか。まあ約10分にしてみましょう。まあ、だいたいこういうの買ったらコンビニの中ね、10分、10分はその、そいつが払うっていう。まあそれは仕方ないです。それはもうルールですから。はい、すいませんね、ちょっとこういうなんか。すいません、イノさん。200円です、僕。イノさん300円払ってるからね。すいません。その100円の差。はい。いや、ちょっと待って。お前太った嘘。いや、違えよ、ガタ良くなったんだよな。俺確かに、いやマジか、ガタ良くなったんだよな。いや、俺ね、西尾とかね、久々に会ったやつに言われるからリアルなんだよ。入ってきた時なんか横澤さん入ってきたんだ。お前それ悪口だから。横澤さんの悪口だよ、お前それは。なんでよ、誰も。まあ、ということで、土井谷さん待ちますか。俺に触るな、はい、俺に触るな、見ろってお前、ゆっくり入ってきてんだお前。すいません、説明しろ。今ちょっと何時か自分で言えよお前。しかもまずこの、いきなりこの場面になった経緯をちゃんとさ、説明しろ。企画中めちゃくちゃだぞお前。今6時15分ですね。ちょっと爪が甘いと思うんですよ。いや、俺は、まあ今こうなったのは、まあ僕はこう遅刻したんですけど、めちゃくちゃ寝起きやん。遅刻したんですけど、うん、そこにこう入ってくるときに多分捉えようとしてたんでね、遅刻ダービーで。そう、音がしたらカメラこっちに回すんで、いつも、うん、で、カメラ回して入ってきて、なんだお前、わーはーはーって、うん、なんかやりとりやって終わるみたいな感じじゃないですか、う
分かってんじゃないか、なんかそのなんだろう、なんか遅刻ダービーが伸びるからといって安易にカメラ回してお前さっき、ちょっと待って、ちょっと待って、やめとけ、その話はやめろお前さっきさっきカメラ回ってないところで岩田にさっき怒られたわいや、うん、入ってきた時点でもう遅刻してるうちは取れるじゃないですか、うん、だからもう遅刻してようと隠したかったとかいうよりかはちょっとお前らがそのなんか遅刻ダービーを待ってる間何もしなくていいみたいなこいつそういうなんかなんか、うん、なんかだらけてしまうっていう、まあそのだらけてる企画を提案してるのは俺だから、うん、俺が悪いのはいいんだけど、分かった、じゃあこうやってボタボタ言うってことはだから、うん、あれだよね、1000円だっけ、うん、しかも企画は飛ばしてるからね、今だいぶ言ったからね、ごたごた、確かにごたごた言ったよ、岩田は一応ごたごたまあ言ってなって、カメラ終わった後に言ったよ、ちゃんとねお金も払ってます、うん、でもさ お前はもういやでもさ、いやもうこれともっと企画壊すけどさ、うん、ごたごた言わないでどうすんだよお前も全部言うじゃん、遅れてきたい放題なのよ、遅れてきました、すいません、うん、はい気をつけようね、うん、ポチ、うん、何これとかさ、うん、そんなんでどうすんだよそういうなんかありがたいけどね、まあでもいやまあね、これはもう一回だからもう、だからもう、じゃあじゃあだからこれはもうお前の勉強料だからお前は払っとけ、1000円やばっ、やばっ、お前に教えてそれは違う、これはだからじゃあそういうことじゃないでしょって、いいからお前が1000円払っとけ、2人で1000円払えばいいじゃん、なんでだよなんでだよ、1000円ずつね、とりあえずお前が払って、俺はもう須藤にやっぱ言いたいわ、それをさっきカメラの外でね僕は言ったことをまんま須藤に言いたいわこんなにちょっと待って、じゃあ俺が払えよ、とりあえずまあ別にいいんだけどさ、なんかこのごネタみたいなのよくあんまり嬉しくないけど、俺は別に400円は惜しくなかった、500円です、いや500円は、でもまあそのなんかねえ、こんなことでなんか動画撮ってどうなんだっけなでもねだから一応ごネタ撮れ高作ったんだけどね、いやいやもうだからそういうこっそりやつらもまあ撮れ高にはなったよ、ちょっと待ってください、やっぱ何もね、なんかごねて1000円取られる危険性を感じて何もなかった、やっぱ西尾といいのがね、ちょっと待って、まあ、あのね、単純にイライラしただけでしょ、最初入ってきてそれをじゃあ後付けでさ、西尾さん、今のさちゃんと来て2分遅刻したから西尾さんのじゃあ取れ高ハイライトは何なの僕っすか、僕そこの窓から逃げ出そうとしたぐらいですから、あーやったんだ一応作ってちゃんと作ってしっかりやってるやつしっかりやってるからねそれは本当の西尾じゃないじゃん、まだ言うじゃん、本当の西尾バンドエイジみたいなやつじゃんダメ、一つ言わしてもらうとさ、でもさ俺が遅刻したら2億くらさこれ使うのとにかくまあこれどういったんや聞いたいと思うけど、今日ねサブチャンネルまあ、3本取りたいんやって、うん、で1本遅刻ダービーじゃん、うん、残り2本何取んのって言ったら2本なんか取んなきゃいけんだよなってこの時点で言ってたの、須藤が、だからもうまず考えてないし、サブチャンの企画を、だからまあ遅刻ダービーっていうので1本まあ埋めたわけじゃないですか、でもう今までの第もう遅刻ダービー第4回になってこんな普通の遅刻のやつ取っても別に面白くないじゃん、はい、なんかもう絶対遅れらんない遅刻、なんか約束の時のにいきなり回しちゃうとかの方がそろそろもう無理なわけですよ、このひたすらやっていくだけじゃ衰退していく一方なんで、ここはもうじゃあすいません、これは次回からもう次集まる時からはもう新作を作りますよ、いつもそれだから、もうなんか本当でこれ多分もう第4回の数字は伸びるかもしんないけど、あここだよ、こういつもこういうなれ合いやってんだなっつって第5回が落ちると思うわ、遅刻っていうのはまあ人間として愚かな行為ですよ、それをね、全世界に配信されてんだよ俺はえ待って、配信するなんて2億円ですか一番それ、ただいまこれ放送するなお前出す、ここらにやつか、ここらにやつかが